皆様、今日はご利用いただきましてありがとうございます。上野行きの寝台特急北東線です。一番前が1号車で、順に一番後ろが11号車です。禁煙車両は1号車、5号車と6号車ロビー、7号車食堂車が禁煙です。6号車ロビーにはシャワールームがございます。シャワールームご利用の際にはあらかじめ6号車ロビーカーでシャワーカードを販売しております。どうぞご利用ください。7号車の食堂車グランド車両はご予約制です。ご予約されているお客様のちょうど係の者が放送でご案内いたします。ご視聴ご利用のお客様、お部屋の鍵は後ほど車掌がお渡しいたしますので少々お待ちください。それではこれから止まります駅と到着時刻をご案内いたします。次は南千歳止まります。続いて苫小牧、上り別、東室蘭、伊達門別、東屋、長万部、八雲、森、函館、函館には21時6分着きます。明朝仙台4時33分、福島5時36分、郡山6時15分、宇都宮7時50分、大宮9時ちょうど、終点上野には9時25分の到着を予定しております。ご参考までに青函トンネルには22時11分ごろ入ってまいります。出口は22時50分ごろ予定しております。なお青函トンネルのご案内は函館を出ましてから後ほど放送でご案内いたします。皆様にお願いですが、盗難防止のため貴重品、特に現金は体から離さないようにご注意ください。また火災防止のためベッドでの寝た箱はおやめください。パジャマ姿、浴衣姿、備え付けのスリッパでの食堂車ロビーのご利用もご遠慮ください。車掌は JR 北海道札幌車掌所佐々木と田中がご案内いたします。車掌室は5号車と11号車です。本日は寝台特急北斗星をご利用くださいましてありがとうございます。次は南千歳へ止まります。